はい、お前さん回りました。カズチューブドライビングバージョン。ほんま自分出たがりやな。前までね、前までね、あの、はい、お前さんがあのこのカズチューブドライビングバージョンのタイトルコール的なものをしてくれてたんですけど、はいはい、最近ちょっと僕もしたくなってきて、はい、僕が始めましたね。以前にも言ったけど、はい、お前さんが神戸さん酷使してるって言われてるから違うって酷使してないね。酷使されてる感はないですね。喜んで住んで出てくるから、うん、出るなって言っても出てくるからね。あ、撮りますって言いますもんね。それだけ言うから、お前さん撮りましょうよ。なんやねん、撮りましょうよって、ほんまにもはいはいって感じ。そうそうそうなんです。酷使されてる感はないです。なんかもうほんまやめてくれる、もそういう人聞きの悪いことは。ほんまに酷使、でも YouTube における酷使ってなんやねんって思いましたね。ね、難しいですね、それ。まあ言えないけどさ。まあ、当番の酷使はわかるけど、そう疲れへんからなっていう。まあそんな感じですね。はい、で今日はドライビングバージョンで、はい、夕方のバージョンで、今日曇ってますね。曇り空です。はい、まあ、これいつ流れるかわかりませんから。はい。はい、もう日にちは言いません。そうね。はい、で、あの以前ね、はい、ドライビングバージョンで、うん、スピードの、はいはいはい、ベストを聞こうと思ったら、はい、変な R&B の、うん、リミックスバージョンで、そう、怒っておりましたカンペ。怒りました僕。で、まあそれ皆さんどうですかとか振ったよね、うん、自分。振りました。で、それに対して皆さんもやっぱりオリジナルに勝るものはないみたいな意見が多かったですね。でしょうね。そうですよね、はい、僕も全部拝見しました、はい、やっぱ嬉しかったですわ。いや嬉しかったわ、それはいいね。違うんですか。ちゃんと確認してからそれあのダウンロード。いや、あのね、お前さん、ダウンロード、あ、お前さん音楽ね、はい、ダウンロードしたことあります？ああいう iTune とか。あるよ、あります？あるある。あ、ほんまですか？はい、パソコンで、あの例えば iPod なんか全部 iTune。 iPod まさしく。あ、お前さん iPod 持ってるんですか？持ってるもん。あ、何言ってる。 Apple 流行ったんですね。なんか知らんけどさ。いや、あのね、大体その2台で Apple が出してる iTune ですよね、はいはいはい、うん、でもう一つソニーの出してるウォークマンに対する、はい、MP3 のモーラっていうのがあるんですけど、はい、僕はあのソニーユーザーなんで、はい、ウォークマンを使っておりまして、はい、そのモーラをでダウンロードしてるんですよ。なるほどなるほど。そのモーラにはですね、ジャケットが非常に小さいんですよね。なるほど、はい、でそのジャケットが非常に小さくて、まあ、その文字、タイトルの文字だけですわ、うん、じゃあスピードプレミアムベスト終わったんですよ。なるほど、ね、だから買ったんですよ。でもね、はい、そのダウンロードしたんで自分のウォークマンにも、うん、そのアルバムのジャケットが画像として取り込まれてるんですよ。入ってくるよね、はいはい、それをあの話をした後に改めて確認してみたら、うんうん、ビーズプレミアムベストリミックスバーって書いてましたわ。そうやな。完全にビーズ？あ、ビーズ、スピード、スピード。だってビーズやね。ビーズじゃない。はい。スピードです。そうやな。はい、そういうことやね。だからちゃんと見なあかん。見なあかんねん。僕が悪いですよ。僕悪いね。それをなんかさもなんかリミックスバージョンのせいにして、もうこんなん聞きたないんですよ。R&B なんて聞きたくないんですよ。だって本来ね、入ってくるはずの拍数のとこにね、ボーカルが乗ってこないんですよ、うん、ちょっと一個手前で入っていたりするんですよ。あ、そうだ、あるよね。もう違うねと思って。まあでも皆さんもオリジナルの方がいいと思う。あ、でもやっぱりそうなんですね。そうです、やっぱりそれが一番なんですよ、やっぱりね。松崎しげるさんのね、はい、愛のメモリーでしたっけ、はいはいはい、まあ、松崎さん最大のヒット曲じゃないですか。そうです。なんか松崎さんのデビュー何十周年を記念して、うん、愛のメモリーのリミックスバージョン、はいはい、十何曲入れて発売したそうですよ。全部愛のメモリーで、こんなんどうなんですか。個人の感想だな。はい、個人の感想ですけど、はい、僕は一曲でいいなって思いました。あ、僕基本的に買わないと思います。同じ曲は十何曲入ってたら、うん、いや1曲でオリジナルがもう1回あったとしてもそれはダウンロードしないと思います、うん、なるほど、はい、まあ、聞きたい、あの中に入ってけ、うん、あのもうそれはね好みやからね。もちろんもちろん、それがいい方もいらっしゃって、はい、そうやろ、はい、だからそれはいいんやけど、うん、まあ、大体ライオンズやあの人。まあそうですね、歌ってありますよね。一緒で歌ってあって、はい、アイドメモリーめっちゃうまいし、そう、松崎しげるさんは本番うまいです。すごいね。まあ大体でもね、この話になりますけど、昭和の歌詞は歌うまいですね。みんなうまい、うん、今が下手とは言いませんが、もちろんもちろん、ちゃんと歌ってる、うん、今皆さん80年代のアイドル見てみ、ちゃんと歌ってる、みんな、うん、上手が下手は別としてちゃんと歌ってる、歌ってある、でまあまあうまいしね、みんなね。普通にうまいですよ。普通にうまいよな、はい、だから今なんかもう普通にアーティストと呼ばれてる人がさ、全部口パクやんか。そうですね、はい、まあ、基本、まあ、特にそのアイドルっていう観点で見たら、うん、
あのダンスがメインになってきてますもんね。まあ、そうだな、そうだな。歌よりもね。そういうことだからダンスは僕すごいなと思うんですよ、いつも。すごいと思う。あの、あんだけの人数が揃ってね、あんだけの動きをして。絶対はい、僕、あの、スカイのビーズガールズさんのあの、振り付けも、まあ、あれ、佐野さんが上手ですね。佐野さん、ちょっとおねえやからな。疑惑ありますから。はい、君もあるよ。いや、ないですね。二、はい、人おねえ女、ね、あそこも考え。疑惑はね、疑惑は僕もあるけど、ないですね。疑惑のおねえ二人おんねあの日やな。いや、そう、疑惑はありますね。そうやな、うん。疑惑ですけどね。何回も言わんねえ。余計怪しいです。まあでもあのスカイの振り付けも難しいですよね。難しいよね。だからあんなもんできないからね。はい。まあ、まあ、だからまあ昔のアイドルがね、うん、上手にやったんですよ。いや本当に。だから80年代の僕あの YouTube でね、はい、今でもよく聞くんですが、あいいよねなんかね。誰聞かれますか、お前さん。アミンとかね。ああ、私マーツーはですね。マーツーはですよ。アミンさんって名前有名な方でしょ。誰でしたっけ。岡村隆史。ああ、岡村さんや。はい。あなたの夢をですね。ああ、そうそう。夢を諦めないでね。先生ですね。岡村隆史さんですわ。まあね、まあいろんな聞きますが、うん、松田聖子さんも聞きますしね。松田聖子さんの歌前ですね。そうやの、うん。まあでもね。よかったね。うん、いや、よかった。で、ちゃんとこれからはチェックして見てくださいね。はい、もうそうチェックして、改めてスピードのちゃんとしたベスト買い直しますわ。買い直す？買い直します。はい、じゃあ、ぜひ、はい、ちゃんと普通の。普通の。ね。あの、自分が知ってるやつ買います、ちゃんと。そう。新しいジャケットやと思わんと。それがいいと思う。当時のやつ買います。当時のやつがいい。はい。それは確実なんで。確実でした。はい、そうしてください、ね。はい、まあでもみんなもそういうふうに賛同してくれました。いや嬉しいですね。やっぱ賛同してもらえると嬉しいですね。うん、まあね、うん、まあ、無理に賛同しなくてもいいんですけど、ね。いや別に別にそうです。あの皆さんが思ったことを書いてくださればいいです。そうでしょ、僕の意見に対してですね。そうそう、はい。別に意見もいらんし。まあまあまあね。もっと言ったら。まあまあそうそう。君が皆さんどう思うか教えてくださいって言うから送ってくれはったんや。間違いない。そうか。僕が知らず知らずの間に募集してるんですね。そう、募集してる。もう迷惑な話や、僕からしたら。誰のところに書き込まれると思ってんねん。そのチャンネル管理してるお前さん。そうや、自分が呼んでくれもそれ。僕そう普通に YouTube 開いて見てますもん。ああ、お前和樹チャンネル読めるもんね。読めます読めます。 それで見てるんで、それでいいね押しといてよ。分かりました、いいね押しときます、ね。はい、そんな感じやからね、はい、そうやねんな。もう YouTube っていうのも、まあ、大変な世界やけどな。でもお前さん1日基本4つ上げられてるじゃないですか。上げ続けられてるじゃないですか、それを。ああ、もうこれ中間やね、もうね。すごいなと思います。まあ遠征に行った時は無理やけど、でも遠征行かれた時も2本ぐらい上げられてます、ね。2本上げてるかな。それはあのほらドライビングバージョンの、そうそうそう、1本はドライビングバージョンの取りだめ版やん。そうかそうか、これいいんですよもう。まあ、あのでも今日あのそうそう、放送席のね、はい、フロアディレクターの杉ちゃん、うん、はい、杉さん、ね、はい、実況する時に、はい、もうあのカズチューブのヘビーリスナーって言ってまあヘビーリスナーってのおかしい、ヘビーウォッチャーで、もうドライビングバージョンなんか最近10分で短くなって、もう30分やってくださいよって言われました。そんな需要があるとは。やっぱ杉井さん優しいですね。杉井さんは優しい、優しいです。杉井さん女子なんですよね、はい、あの優しいです。僕もよく存じ上げておりますよ、ね、毎回聞いてくださっていて、最近10分なんで、うん、でも3本聞いてくれてよろしいよ。でも1、2、3本上げないじゃないですかって。あ、そうやな、確かに30分聞くのが楽しかったっていうんですよ。嬉しいですね。でもいや、もう30分は無理ですと言ってきました、ね、時間的に無理ですね、はい、上げる時間、僕の寝る時間になくなります。お前寝る時間で言ったら、あの金曜日のナイターの後に、うん、こう土曜日日曜日が実況ある日って、試合終わって家帰ってからお前さん記録つけとか勉強されるじゃないですか、うん、何時ぐらい寝張るんですか。明け方やね。明け方ですか。まあ最近やったら夜が知らんでる時間もあるよね。そんなだからもうだってね、はい、前も何回も言うけど、僕の実況の日っていうのは自分で決められません、はい、人があかんっていう嫌やっていう日に僕が入るんです、はいはいはい、よく存じてます。なんか土曜日多いのよ。いや、お前さん土曜日率ほんま高いです、ね、そうでしょ。今年に限ったことじゃなくて、みんな土日は他にイベントごとでお仕事があったりするんでね。なるほど、はい、どうせお前ちゃんやったら球場におるやろっていう感じになるんですよ。ね、はい、っていうことはナイト&デーばっかりや、いつも。そういうことですね。大変や、もうはっきり言って。いや、あれ大変やろなと思いますし、自分もあれやろ、朝早いのしんどい時あるやん。あります、あります。ナイト&デーもちろんもちろんね。だからそういうのはね、
ね、まあまあと思います。僕はその言うとその勉強はしなくていいので、その前の日に早く行って下読みさえしとけばね、なんとかならなくはないんで寝れるんですけど、大前さんってその勉強がその試合後しかできないから、そうやな、うん、あれがね大変やし、あの寝てなかったら舌を回らないと思うんですけど、そうやな、でも特に聞いててその違和感がないので、何時に寝てはるんやろうと思って、土曜日はねちょっと睡眠時間足らないんで、だからやっぱそうなんですね、はい、まあ日土日はまあ同じデーデーなんでね、はい、でもなんか土曜日のデーゲームで2時から始まって、まあまあ長いやいつも、あ、なんか長いですね、確かに土曜日は、土曜日って長いの、ね、なんか、うん、だからまあそんなんでしんどさはありますね、まあ、ナイトナイトでやれば楽ですよね、ナイトナイトは全然、はい、てなわけでもう時間経つでしょ、ちょうど11分です、はい、じゃあもうここで一発目、リミックスバージョンよりもオリジナルがいいという回でした、ありがとうございます、盛り上がりにかける回やったなこれはな